ありがとうございます。 さっきね、ワンステージ目にお風呂に最近ね、使ってポカポカしてて、とても気持ちいいっていう話をしてたんですけど、お風呂上がりにビール、ね、飲む、お仕事終わりのビールもそうだと思うんですけど、一口目一杯目ってもうめっちゃ美味しいですよね。そんなビール、最初泡があると思うんですよ。 その泡の成分を皆さんはご存知でしょうか。実はいっぱいね、あの泡にも役割がございまして、苦味を逃がさない、炭酸を逃がさない、そして口当たりをまろやかにする、飲み心地を良くするという効果が泡にはございます。実はそんなにいっぱいね、泡に効果があったなんて、皆さんびっくりしすぎて泡吹いちゃったでしょ。
予告編でした。Thank you.
私あんま飲まないですあんだけさっき話してたのにみたいになるんですけどね。いや、じゃあ何飲むのって言ったらカシスオレンジとか言いたいとこなんですけどね、日本酒が大好きですはい、あとワインとスパークリングワインも大好きなんですけれどもね、このパームトン劇場にも日本酒が置いてあるということで日本酒受け付けております。よかったらあとでみんなで飲みましょうよろしくお願いします。では次3曲続けて聴いてください。番宣でしたこの曲大好きね。ドリバー
今日も1ステージ目そして2ステージ目とね皆様お付き合いくださりありがとうございます。12月23日日曜日にこちらイベントスペースパームトーン木屋町にございますね。イベントスペースパームトーンでもみゆりな、まあ、毎週火曜日もワンマンじゃ今日も一人で歌ってるんですけれども、あのサンサンひまわりバンドの皆さんと一緒にワンマンライブします。ありがとうございます。ぜひぜひぜひ皆様に来ていただきたいなと思っております、ね、そちらのライブにももちろん向けて、そしてねもう2年目に突入させていただいておりますこの毎週、ね、開催している火曜日もみゆりなのパームトーン劇場もね、いつも見てくださってる方応援してくださってる方にもまたね違った一面が見れたり、そして安定した楽しさや安心感があったりというものを届けていきたいなと、これからもね頑張っていきたいなと思いますので、どうかどうかちょっと至らない点も今日もね早速正直めっちゃあったんですけれども、頑張っていきたいなと本当に思っておりますので、ぜひとも皆さん応援し続けてくれたらとっても嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では夢を追いかける皆様へ向けて歌わせていただいている応援ソング、トパーズの未来、心を込めて歌わさせてもらいます。聴いてください。